趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちら朝と麺の婦人物のジャケットです。お色は白です。襟のですね、こういった黄ばみ、これをきれいにしてくださいということでお預かりしました。襟の黒ずみ、黄ばみはですね、四六時中ご依頼のある染み抜きのご相談でございまして、成功事例もたくさんございます。どんなことをすればきれいになるかというのはもう経験上分かってますので、そのやれること効果的な作業がどこまでできるのかというふうな見極めなんですけども、こちら白無地で素材も綿と麻ですし、しかも洗濯液表示、手洗い表記、水洗いしても大丈夫というふうなことが書いてありますので、もうかなり成功率は高くて綺麗になると思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、ジャケットの襟の黄ばみの染み抜きが終わりましたので、仕上がり具合を見ていきましょう。黄ばみが完全に目で見て分かる状態だったんですけども、このように真っ白にすることができました。最初からもう成功率が高いっていうふうに、きっときれいになるというふうなことがまあ分かっていたわけですけども、予想通りでございます。ご利用ありがとうございます。詳しくは染み抜き武田クリーニングで検索してください。